学校統合に話を移します。まず小学校です。11月25日に開設された2022年第3回の臨時教育委員会会議において、川根小学校と高宮小学校の統合が決定されました。統合の時期は2024年の4月1日、統合校の位置は現在の高宮小学校を予定しています。この小学校の統合は2010年にまとめられた答申に基づいて進められてきましたが、この川根小学校に関しては2019年に話が立ち消えてました。それが2年3年経ってですね、ようやっと議論を再開させ、そして進展させることができました。子どもたちにより良い教育環境を提供していけると思いますので、大変嬉しく思っています。同様にですね、中学校についても統合の議論を進めています。11月25日の総合教育会議において中学校統合についての方針がまとまりました。今後保護者向けの説明会などを通してこの統合案を具体化させていく予定です。この中学校統合についても2017年に、今からもう5年前ですね、アンケート調査を取ったのが最後、その後棚ざらしになってました。私が市長に就任したのが2020年の8月ですが、就任して最初のですね、引き継ぎの会議の場である職員が私にこう言いました。中学校統合の課題が残ってるんですが、これはお勧めできませんと、市長の政治生命に関わりますから、関わる問題ですと心配をしてくれたんですね。ただその時にきっぱりと言い返しました。政治生命をかけるために市長になってるんだから、その統合の話を急いで進めてくださいと、議論を進めてくださいと伝えました。で、少しそこからまた時間はかかったんですが、ようやっとここまでたどり着いています。未来への投資としてこれ以上のものはないと考えていますので、これから具体化させていくんですが、市として最大限注力をしていく考えです。それでは学校統合について教育総務課から説明いたします。はい、失礼いたします。教育委員会で教育次長しております宮本と言います。よろしくお願いいたします。まず最初に学校統合についてで、小学校の方から話をさせていただきます。先ほど説明がありましたが、資料に基づいて補足説明を行いたいと思います。説明資料はお手元の方にございますよね。はい、川根小学校と高宮小学校の統合についてです。この統合については先ほど説明もありましたが、今までできておりませんでしたが、今回、新たに保護者等へ、経過の方に書いておりますが説明を行い、また地元とのとも協議をしていきまして、令和6年4月に、統合することで方針を決定いたしております。また、3番の今後のスケジュールに書いておりますが、12月に開催されます市議会の方へ秋田方市立学校設置条例の一部を改正する条例案を提出予定いたしております。で、続きまして、はい、中学校統合ですが、11月25日に開きました総合教育会議の場において、本年6月に実施した保護者アンケートの結果について、内容等を検討した結果について報告をいたしました。
市教育委員会としましては、1項案、2項案、3項案を再度検討いたしましたが、やはり1項案の方が、今後の教育活動等を考えた上で、優れているというふうに思いまして、ここにも書いておりますが、子どもたちにとって一番望ましいと思われるというふうに考えております。ただし中に示しておりますが、通学や学校の位置に関して、保護者のアンケート結果に基づいて非常に関心が高いということで、その辺もしっかりと検討して いき、そういう結果になっております。で、今後この検討した結果につきまして保護者向けの説明会を12月から開催していき、保護者の方等から、この内容について感想等をいただいて最終的な結論を導き出していきたいと考えております。以上です。まず学校統合についてご質問をお受けします。読売新聞さん。市長が、これ発言する立場なのかどうか分からないんですけど、中学校ってやっぱりいわゆる難校がですね、適切というのは市長のお考えになるのか、もし言えるならです。はい、ですね、先ほど教育総合会議というふうに申し上げたんですが、そのメンバーには私も入っています。で、その場で、委員の皆さんと意見交換をし、見解をまとめてますので、私も現時点ではこの1項案が望ましい、そのように考えます。理由は理由ですか、はい、ですね、これこれだからという一つの理由ではなくてかなり複合的です。はい、まずじゃあちょっと順番にご説明すると、まずですね、なんで統合するのかとなった時に学級数というものがベースになってます。それはですね、2010年の、答申の中にもあるんですけども、一学年複数学級が望ましいとなった時に、これからどんどん子どもの数はもう確実に減っていくんですが、一学年複数学級を維持するためにまとめなければならない、そこが出発点になっています。そうした時に例えば3校ですと、組み合わせ無限にはないんですね。無限は言い過ぎですね。6のパターンしかないんですけども、6校分のパターンしかないんですが、地理的にも統合できる組み合わせが大体一つに定まります。隣同士で合わさるんですね。でもその3項案ですと、統合した直後からもう複数学級が無理だというような状況に陥りますので、もうそれは肌から訴状に乗らないと。で、2項案についても同様です。同じような考え方をしています。子どもの人数をベースに考えたときにどの組み合わせが可能なのかというのを検討する。その上で、今度は2項案ですとどこが一緒になるかというのがいくつかパターンが考えられるんですね。で、それについては先ほどちょっと言及があったんですが、保護者の方、おそらく子どもたちもそうだと思うんですが、通学距離ですね、時間ですので、地理的な配置をもとにどれが最も望ましいかというのを考えて、その2項の組み合わせでどれかというのを抽出しています。で、最終的にその、1項というのはもう中心に集まるというシンプルな話なんですが、1項案もしくは2項案ってなった時に、1項案であれば新しい校舎をドンと建てることができます。一方で2項にすると、もちろん2項もお金をかければ校舎はできます。ただ今新築で作ってしまっても早晩不要になるんですね、その大部分が、それぞれの校舎。
もちろん1校にまとめても今がマックスでここから子ども減ってきますので空きは出るんですが、2校にするとその空きが2倍になります。なのでその無駄は今の子どもたちじゃなくてその先の子どもたちの負担になりますので、これは控えるべきだと、そのように考えました。で、2校案であれば新築ではなくて増改築ですね。これでちょっと教室をなんとか拡張すれば切るという規模ですので、新築にならないとなった時に、そのハードの面ですねだけ見ても一校案の方が優れている、より良い教育環境になるだろう、そのように考えました。で、もうちょっといろいろとあるんですが、ざっくりそういう検討をした結果、市長私としても一校案が望ましい、そのように考えています。その他何かございますでしょうか。吉本テレビさん、吉本テレビです。学校統合について先ほどいろいろお話しいただきましたけど、ちょっとダブルかもしれませんが、ちょっとよろしくお願いします。一番に、人口減少とかが挙げられると思うんですけども、川根小学校がして2年後に、統合されるということで、中学校も一個に、そういう話も出てきている中で、市長、個人的な学校統合についての考えとか思いとか、そういうのがあったらちょっと教えていただけますでしょうか。例えばその川根小学校についてもですね、これまでなかなか進まなかった理由の一つは地域にあります。地域の声というんでしょうか、そうしたものと教育の観点、視点でなかなか議論が噛み合わない、議論が進まなかったというのがあります。ただ今回私は原点に立ち返ってですね、何のための学校なのか、もうシンプルに子どもたちのためです。なので子どもたちのために我々大人がベストを尽くす、その責任があると考えましたので、今回改めて仕切り直し、この統合の話を進めました。この町に限らずいろんなところでこの学校の統合かなり問題になります、なってます。それこそ政治的なですね圧力にさえなるんですが、かなり的を外してるなと思います。何のための機関なのか、何のための場なのか、その肝心要な部分がどっかに追いやられて、何か大人の都合でですねこの教育を論じている節があるように思えてなりません。それ自体がこの国の将来を危ぶませる、衰退させる原因だと思いますので、いい加減に政治家は目を覚ましてほしいなと思います。政治家が責任を取らなければこの話進みません。人間誰だって今のまんまがいいんです。ちょっとね余談を言うと、先週中学校に行って子どもたちにキャリア教育の過程で一環で話をしました。で、子どもたちにもなかなかこれまでを変えたくないよねって言ってみました。例えで言ったのが、ね、中学校1年生と3年生がいたんで、皆さん中3だと3ヶ月で4ヶ月卒業なんですよ。中3の人はもしかしたらもう1年中3やりたいと思ってんじゃないの、で中1の子に聞いたら、卒業するときに寂しかったでしょう、もう1年小6やりたいと思ったでしょって言ったら、それなんですね、自然なんです。でもそれじゃダメなんですよね。でも子供たちはもう分かってくれてます。小学校から中学校に上がってね、惜しみつつもそこは去ったんです。でも今がその後が大事だっていうのは中学生でも分かってくれてました。まして大人です。我々がしっかりとその認識を持っていろんな仕組みを考えていかないと、本当にこの国の未来はないなと非常に危惧しています。ありがとうございました。その他何かございますでしょうか。はい、NHK さん。
先ほど市長はこの小学校の登校について、地元の声と教育的な観点からなかなかこう噛み合わせがうまくいかなかったということで、で今回九州こう、まあ、実質的な吸収合併だと思うんですけども、こういうことで協議が一致した、こううまくこう転換に至ったその理由とか動きってのは何でしょうか。何でしょうか。ズバッと言ってみたというところでしょうか。その噛み合わせの解消、やはり市長のこう一声でこの解消、その噛み合わせの解消がこう行われたっていう、そういう認識でいいんでしょうか。ですね、先ほどちょっと触れたんですが、自分の政治生命をかけたというところですね。地域の皆さんにそういう思いがある、声があるのは私も認識を持ってました、承知してました。でもです、でもそのままでいいんでしたっけと、ね、確かにあの地域、あの小学校においては結構珍しい例だと思います、日本の中でもですね。ただじゃあこれから先もずっとこの調子で続けるんですかと、それを問いました。続けるんであればもう市としては何も言わないと、将来ずっとその小学校地域が支え続けてあげてくださいと。ただ統合した方がいいと思うんであれば早くしましょう。1年2年3年ね、大人にとっては大した時間じゃないかもしれないんですが、その間子どもたちはそこにいるんです、ね、学校生活を送るんです。彼らにそのツケを負わせるようなことはやっちゃいけないと思うので、今どっちか決めてください、やるのかやらないのかっていうふうに問いました。でここで地域の皆さんがご理解をしてくださったのは、保護者の当事者の方の声はどうなんだというところですね。で保護者の方に聞いたところ、その教育環境として統合が望ましいというところで見解が一致したというふうに伺っています。であるから、それが確認できたから地域としてもじゃあそれを受けようと飲もうというんでしょうか、そのような意思決定になったというふうに伺っています。ありがとうございます。で続いて次長さんに回答になるかもしれないんですが、今後合併ということで、川根小学校の皆さんの通学のこととか、じゃあこの今の学校を今後どう、その合併した後どうするのか、それとも壊すんであればその跡地をどうするのかっていう、その今後のことについて、まあ、まだ議会によってないんですけども、何か決まっていることがあれば教えてください。はい、今後のことで、しっかり決まったことというのはありませんが、現在予定しておりますのは来年度から、統合準備委員会というものを立ち上げまして、そこで、先ほど出ました通学に関すること等について、準備の話をしていただく、またその中では、川根小学校の並行に向けての並行式とか、並行行事等についても、協議をしていくように考えております。また並行後の校舎についてのご質問もありましたが、これについては、広く意見を聞きながら今までの例を参考にして、対応していきたいと思います。今までの例といいますのは、すでに統合した学校がありまして、その学校の並行後につきましては、文科省がやっております廃校プロジェクト等へ、利活用についての提案を受けるように応募、ホームページに掲載したりして、そういう応募を待って検討していきたいというふうに考えております。以上です。ありがとうございます。ちょっと長いです。中学校の方にもちょっとお聞きしたいんですけれども、これ
これ市長なのか、市長さんなのかちょっとごめんなさい、わからないんですが、こう具体的にごめんなさい、1公案、2公案、3公案があられたと思うんですけども、この子どもたちにとって一番望ましい1公案、この説明会っていうのが12月にあるんですかね、6回、これは例えば市長も自ら出てご説明があるんでしょうか。さすがにやっぱりお忙しいんで、まあ、担当の方が出られるんですか。はい、まだですね検討段階ではあるんですけども、可能であればですね、おそらく最終回になるかなと思うんですが、私がその場に赴いて質疑応答を行う、そのようなこともあっていいかなと思っています。というのはそれぞれの説明は一旦教育委員会、所管がそうですのでにやってもらうんですけども、おそらく意見交換、質問ですねの中には執行部の話があると思います。例えば財政的な話とかですね、そうした時にその場で回答ができませんので、一旦はその場で持ち帰りますという形になるんですが、改めてお答えする場を設けるぐらいなら、例えばですが最終の回にですね、私が直接行って、それまで受けたご質問と合わせて、ディスカッションをするというのも良いかなと考えています。ありがとうございます。何かよろしいでしょうか。